さあ、いよいよか、いよいよか。なんか結構戦ってるイメージはあるけどな。うん。溶けない氷を先回りして、氷の抜け道で拾ってきました。これで冷パンが強くなるので、まあ、星くんにどうにかいけるんじゃないかというところですね。行きましょう。来たか。ここ強いよね。待てよ。お前の姿を見かけたからさ、後をつけたのさ。なんかモストーカーみたいになってる。またロケット弾を潰すの、邪魔されちゃたまらないからな。思い出した。そういや、お前にも、負けたことがあったな。あんなのまぐれだろうが、借りは返しておくぜ。ああ、そういう感じか、今回の絡み方は。そっか、そういう絡みね。来たか、気づき。気づきが勝負を仕掛けてきた。なんか、また一匹増えてる。ちょっと待って。また一匹、あれ、なんか、トップバッター平井さんからか。平井さん。いいの？広報担当の人がそんな前面にいいのか？広報担当は出るべきか？そっか。じゃあまあ、いつも通り、まずはドアス。平井さん、いやらしい、いやらしい平井さん、いやらしい。平井さん結構、あれだよね。いやらしい感じだもんね。結構、みだらな感じなのか。男の人か、でも。そっか。結構、いやらしい感じの人なんだろうね。広報担当ってやっぱ、そういうんじゃないとやっていけないんだろうね。多少いやらしくないと。皆さんは混乱しませんね。まあでも、冷パン抜群なので、さすがに溶けない氷持って冷パンで15レベル上で、これで倒せなかったらちょっとショックなんだけど、一発で。倒せると思うけどね、種族値45もあるし、乗せてあるけど。45もあるんですよ、ユウさんの種族値。すごいでしょ。合計種族値251匹中242位ですよ。同率が他で2名いるんで、実質的にもうちょっと下ですけど。ユウさんより下ってコイキングとかしかいないんだけど、今夏とか。そういう子たちしかいないんだけど。くらえ、レパン！さあ、どれくらい入る？倒せないのか。ここまでお膳立てして倒せないのか。マジか。マジか。マジか。ここまで結構なんかこう、楽な勝負というか、自信とかさ、そういうのを覚えちゃったせいで、めっちゃ、ジムリーダーは楽だったけど、やはり気づきはそう簡単にはいかないか。星くん、星くん、なんで破壊輪捨てたの？首についてた破壊輪なんで捨てたの？明らかに破壊輪だったけど、なんで捨てちゃうのよ。で、あ、ミックスソール買ってくるの忘れた。忘れてた。しまったな、準備不足がちょっと目立つな。とりあえずこれで状態異常もらってないから毒の粉もあるね。すごいな。対策はできてるな、ちゃんと。こっちが物理技しか持ってないのももう、お互い知れたもんだもんな、中としては。さあ、どうだ？ 13 レベル差。急所か？急所か。急所だったら仕方ない。まあ、急所は仕方ない。これは諦めよう。急所は仕方ない。さあ、君の出番だ。木の実をたくさん食べるがいい。好きなだけ食うがいい。なんか、隣にいる子たちがご飯くれないから弱ってるらしいから。俺がいっぱいあげるよ。さあ、ちょっぴり元気になった。7個でいいらしいんで。なので、7個集めてきました。さあ、これで買えるようになった？うん。あ、普通に。うえ、わざわしいの？もうミルクくれるんじゃないの？何そのノリ。いびきか。眠ってる余裕はないかな。でもこの2世代目だと、あ、違う、ね、いびきじゃないか、寝言が強いんだっけ。眠寝言が強いらしいですね。いらんかえ、回復ってもんだ。それで、ミルクは飲めるので、牛乳はユンさん別に嫌いじゃないと思うので、まあ、ちょっと8万円分ぐらい。え、1日1個？え、嘘だよ。1日1個。え？買えるんじゃないの？ちょっと、え？おい、待って、完全に最終回復アイテムのつもりでいたんだけど。おっちゃん、乳搾りしてこいよ、早く。無限乳搾り地獄してこいよ。マジか。ちょっと待って。え、マジ？なんてめんどくさい仕様なの。道具に1個牛乳持ってると売ってくれないらしいんで。みんなにこうやって持たせていくしかないじゃないか。こうやって。1回月7個しか回収できない。めんどくせえ。くっそめんどくせえ。8万円分も俺これやんの？マジかよ、これめんどくせえ。はい、ということで、たくさん、とりあえず、集めてきました。うん。まあ、とりあえず45個ぐらい集めてきました。うん。あの親父、絞り行くかとか言ってるけど、手持ちからなくなるとさらっと売り出すんで、おそらくもっと大量に隠し持ってると思われる。大量に隠し持ってると思われるんで、あいつ出し惜しみしてるだけだと思うんだよ。もしくは、桃ミルクって
あのおじさんの、ね、いいけど、そういうおじさんの桃ミルクの可能性もあるけど、ちょっとそれ嫌なんで、とりあえず集めてきました。はい、決定。ということで46個ですね。46個集めてきました。これでいけるでしょう。ちょっとやめて。このメールいらない。あれ持ち物どうなんだこれ。取る。転送。残っちゃった、変なの。変なの残っちゃった。まあいいや。じゃあこんな感じでやっていこうかなと思います。はい。行こうか。来いよ、気づき。これで準備は万端だ。上がってこいよ。さあ、とはいえ、星くんの一撃を受けたけど、どれくらいもらうかは定かではないので、どれくらい種族値上がるんだろうね。あ、なんか左側の、右側のあれを変えるの忘れた。どうしようかね。とりあえずまあ、戦術的にはド忘れ連打で、まあさっきと同じ感じでいきますかね。さあ、今回のカット枠は、平井さんなんだね。部長は後ろに構える感じになったのね。まあ毒タイプだしね、あんまり前に出てこれないのかなっていうところがあるけど。75か。今までの経験上、75HP やるって6回、てか6段階上がってれば、まあ、耐えると思うんだけどな。一回0パンどれくらい入るか見てみるか。ああ、毒か。毒か。それは何とも言えないな。0パンどれくらい入る？結構全力。溶けない氷持ってる。ああ、割と入るな。割と入るな。部長みたいに呪いかけてくるわけじゃないから、今回そんなに苦戦しないと思ってんだけど、ただ、隠し玉の一人が、誰かっていうことによる。まあ、草タイプじゃないけど、草技持ってる可能性はあるので、それによるな。来たか。さすがに、行って半分だと思うので、ああ、そうだね。そんなもんだね。オッケーオッケー。戦えるね、全然。これだったらもう普通に殴っていけばいいか。星くん、君はもう、役不足だよ。まあ、それでも、ジムリーダーよりは強いけどね、明らかに。ジムリーダーたちよりは強いけどね。さすが星くんって感じだね。はい、2発。オッケー。桃ミルク別にここで取りだめる必要なかった。なっちゃん！なっちゃんがなんでここに。なっちゃんもこの世界にいるけど。なっちゃん何してんの？サークル気づきで何してんの？やりさわの姫ね、やりさわの姫はやばい。やりさわの姫って何？やりさわの姫はちょっと違うな。なっちゃん、これどうなのかな？コガネシティって、位置的に東京とかだったりするのかな？これジャッジエントセブンの事務所だったりする。なっちゃん何やってんの？なっちゃん引きこもりタイプじゃないの？なんで外出てんの？あ、違う、オスだ。あ、違う、オスになってる。オスか。男の子。これ女の子。どっちがいいのこの前。男の子か女の子かよくわかんないけど。なっちゃんそういうのやってんの？それは喧嘩番長乙女だけでいいんだけど。喧嘩番長乙女だけでいいんですけど、そういうのは。なんかね、キャッチフレーズがね、そろそろ拳で愛を語ろうかっていう、キャッチフレーズらしい。あー、名前かー。中山は固定？今回中山固定なの。苗字固定。あ、苗字固定か。そっか。名前どうしようかな。女の子か。はい、空竜子。空竜子、メス。もうこれバレてるだろ。名前からバレてるだろ。これで男だとは思わんだろ。いや、わからんな。空竜子、メスだと男の可能性もあるな、これ。これでいっか。オッケー。とりあえず、なっちゃんが何してくるかよくわかんないか。よくわかんないから、ちょっと回復しとこう。なっちゃん、敵になっちゃんが出てくると思わなかった。そっか、なんかそんなのでも使ってた気がするな。ツンデレなっちゃんだな。そっか。この時代、進化できないもんね。デレデレなっちゃんにはなれないんだ。混沌の黒天使フォルダウンモードにはなれないもんね。そっかごめんね、なっちゃん。ユーノさんと確かにこう殴り合ってた。あ、だめ、レッドパンチの上から殴り合ってた意味では。ユーノさんと戦ってたもんね。なっちゃん電気タイプな気もするけどね。割とエクササイズ電気タイプ技だったしな。なっちゃんじゃあ、なっちゃんもうユーノさんのパンチで叩いた方も痛いんだねってユーノさん分かってたから。あの時、じゃあね、なっちゃん、やめとき、ソーサークル。ソーサークルやめとき。さあ、なっちゃんか。なっちゃんか。なっちゃんか。最後の一人なっちゃんか。そっか、なっちゃんか。これ、なんかよくわからんけど、農家の内村くん。適当すぎる。この子絶対だってワンパンで最後までやられる子だからさ。農家の内村くん、適当。あんまり活躍の場はないような気がするな、内村くんの。実家に帰って農家継いだ方がいいんじゃないのかな。どうかな。部長なんか今回後ろに車に構えてる感じね。おかしいな。部長車に構えちゃったらなんかダメな気がするけどな。もう。ああ、今更？部長今更それ。それちょっと遅いよ、部長。もうユーノさん自信ついちゃったから。自信つけたユーノさんだからね。アカシック抜けてきた感じあるからね。天然ワールド。昼野さんと決別した感じあるからね。はい、気づき。
あ、飛ばしたごめん。なぜだ、なぜ負ける。最強のポケモンを揃えた、手加減もしていない、なのにどうしてだ。これはキャンセルです。なっちゃう、最強の最強の、確かに最強の人連れてきたな。わからない。花渡るってやつが言うように、俺にはポケモンへの愛情が、信頼が足りないから勝てないってのか。何のことだかわからない。だがこのまま終われるかよ。こんなところで最強になるって夢諦められるかよ。あいつにもなんかいろいろあるんだな。なっちゃん、回復しに行こう。なっちゃんを連れてきたあたりはまだ強者を分かってるな感はあるけどな、確かに。強気な、なんか画面こんな風に点滅するんだっけ、なんかピンク色に点滅してない？ HP まだあるね。オッケーオッケー。強者を連れてきた感はあるけどな、確かに。なっちゃんは強いわな。今後なっちゃん出てくるってことだもんな。厄介だな。ステータスってか、種族値なんてものともしてない気が。ちょっと大丈夫か、大丈夫か、なんかすごく嫌な予感した。花びらの舞とか使ってこないよな。倒れろ倒れろ倒れろ。オッケーオッケーオッケー。ああ、急所だった、助かったか。怖いな。ちょっと待って、ラフレシアがいるのはちょっと想定外だったな今。ここのね、榊さんはね、見てるってやってるボスは確かヘルが使ってきた記憶はあるけど、変わってんのかな。変わってる可能性もあるな。今のラフレシアもしかしたら急所当たってなかったら殺された可能性あるな。花びらの舞とかで一発で、そういうの紛れ込み始めたら、なんかロケット弾毒タイプばっかだから、なんかクソ余裕だなっていう感じだったんだけど、なんか嫌な予感すんな。あ、下手すると、あ、ヘルガだった。かっけえ、かっけえ、ヘルガ、ヘルガかっけえな。そっか、金版のヘルガ、火吹いてるあのヘルガしか見たことないけど、このヘルガかっこいいね。金版よりなんか青い感じだね、ちょっとダークで青い感じなんだ。まあ、ワンパンですけど、いいね。デビルって感じだね。ぐぐ、坂木様、お許しください。なんということだ、すべての夢が今終わりましたよ。やはり私では無理でしたか。わかりました、坂木様がそうしたように、私たちロケット団はここで解散しましょう。さらばです。もうなんか無駄に語らない感じいいな。あいつ好きになれるな。うん。透明な鈴か。と、え、透明な鈴？と、透明な鈴？虹色の羽、銀色の翼。透明な鈴って何？透明な鈴？小金にも塔があったが、古くて倒れそうだったからラジオ塔にした。その時の工事の時、地面を掘っていたら見つかったのがその鈴なんだ。昔は小金にもいろいろなポケモンが住んでいたというからね。ひょっとしたら、エンジンにある鈴の塔と何か関係があるかもしれない鈴ね。